どうも、大勢秋葉でございます。いつもありがとうございます。ということで、今回も早速やっていこうと思いますけども、このチャンネルでは1960年代、70年代、80年代、90年代の音楽やアーティストを中心に、僕が誰からも頼まれてもないのに勝手に解説するといったチャンネルになっておりますので、ぜひお時間ある方は最後まで見ていただきますと、幸いですと今噛みましたけども。はい、ということで今回ですね、チャゲ&アスカの代表曲でもある、プライドという楽曲がですね、アスカさんによってですね、リメイクされまして、15日にですね、リリースされたということでですね、このプライドについてですね、お話をしようじゃないかというふうに思っております。本当におかげさまでですね、アスカ入門という私の動画が非常にこう皆さんに多くご好評いただきまして、非常に嬉しくてですね、本当に皆さん本当にありがとうございます。で、あとチャゲ&アスカ入門という私の、チャゲアスを扱った動画、これらもですね、皆さんのおかげで、多くの方に見ていただきました。本当に嬉しいなと思います。それでね、本当僕もチャゲアス、アスカさん、しっかり、もう大好きでございまして、本当はライブ行く予定だったんですけど中止になっちゃったりとかしてね、このプライドがね、ようやっとこれね、前からすっごい楽しみにしてましてね、うわやっと聞けるなと思って、でこのプライド、チャゲアスのこのプライド自体も僕はずーっとね、僕の世代では全然ないんですけど、僕が本当にこれ落ち込んだ時にもうどれだけこの楽曲にこう支えられてきたかっていうところで、僕は結構いろんな楽曲からね勇気をもらってる人間で、こういう風に音楽、チャンネルなんかを運営してるんですけども、やっぱこのプライドっていうのは、なんていうんですかね、僕がその失恋をした時とか、自分のこうやってることがこううまくいかない時とか、もうくよくよした時にですね、必ずこれはね、レパートリーに入ってるんです。で、アスカさんのですね、月が近づけば少しはマシだろうという楽曲もですね、そんな、お話をしたと思うんですけども、あの曲もそうなんですけども、このプライドという楽曲も全くそうで、自分をこう癒してくれるような本当にまあ名曲ですよね。で、まあこのファンの中でも、ファン投票の中でもまあ堂々のやっぱりね1位に輝くような、そんなまあ名曲ですよね。で、今回このプライドという楽曲がですね、まあ新しくレコーディングされましてですね、私まあもちろん購入して聴きましたけども、やっぱねこうすごいなって思うのが、こう原曲をあまりこう崩してないというか、アレンジとかね含めて、その辺もすごいなんか嬉しいなというかね、個人的にはね、なんかそういった新鮮さなんかもまたありましたし、この間アスカさんがねライブ配信、やられてましたけども、そこでこう亀田光希さんの、まあためというか、そういった背景から作られたなんていう風にね、新しくっていうところで、お話がありまして、で本当にアスカさんはまあこの曲のね、まあリリースには理解も誤解もあるだろう、しかしそれを語るのは今じゃないというですね、まあことをおっしゃっていたりとかしております。やっぱ世間的にも、コロナウイルスとか、それでやっぱり生きづらいとか、こう自分のやってることとかがうまくいかないとか、社会的な目が気になるとかね、そんなことを、踏まえた上で、まあ作られた楽曲なんじゃないかなと思います。この曲とは関係ないのかもしれないですけど、非常に今本当に生きづらいですよね。うん、やっぱりなんていうのかな、コロナはいいとか悪いとかそういうのうんぬん置いといて、やっぱこうどっかしらこう社会的にいろんな人の目がこう鋭く、なんか他人をこうやっぱり蹴落とそうとするというかね、なんていうか、そんな言い方良くないんですけど、そんななんていうのかな、堂々とこう胸張って自分はこうしたいんだとか、自分の主張っていうものがなんかできにくくなってるというかね、やっぱりこうみんなもそれどころじゃないというかね、みんながそれどころじゃないから、自由にやってる人をこうやっぱり叩いてしまうとか、もういろいろあると思うんですよ。で、僕も全然そんなこうまだひよっこなので、こんな社会のことがどうだとか語るつもりはないんですけども、やっぱりこう世の中の雰囲気的にこう生きづらいなーなんて思ってて、自分はこういう人間だとか、自分はこういう生き方をするんだっていうところのまあ大切さであって、でこのまあプライドに戻りますけども、このプライドもやっぱりこう譲れないものがあるというところでね、やっぱりこんな時代だからこそ、自分自身っていうのをこう一番大事に、自分のプライドとか自分の心はちゃんと守っていかなきゃね、自分には譲れないものがあるよねっていう、そんなメッセージとして僕は改めて受け取った気がします。で、まあこのプライドっていうのはですね、89年のですね、まあアルバムですよね、プライドっていうアルバムにまあ収録されてる、楽曲でございまして、当時はチャゲアスがねデビュー10周年ということでですね、そういうちょっとこうアニバーサリー的なね、節目みたいなところで、発売された、まあ2枚組のアルバムになっていてですね、まあその過去の曲のカバーなんかもあって、このプライドっていうアルバムも僕かなりもうねずっと聴いてる、大好きなアルバムでございまして、まあ名盤ですよね、チャゲアスの中でもね、入門
本の動画でも私いっぱい紹介しましたけども、まあ、このプライドに入ってる楽曲でございまして、まあ、この当時ですね、まあ、そのアスカさんとかは、ロンドンに、行ったりとか、チャゲさんもまた別のバンドを組んだりとかして、ある意味こう解散がささやかれてたりとかしたんですけどもね、うん、結局そういうわけじゃなくてですね、まあ、この、プライドという楽曲がチャゲアスにとっても、まあ、一つの節目、アルバム楽曲含めてそんなこう、まあ、伝説的な、楽曲ですよね、うん、それらが今回改めてこうアスカさんの声でリリースされたっていうね。そしてね、 MV がすっごい良かったですね。 MV これがまた感動したんですよね。このプライドはちょっと心が正直震えちゃいましたね。あの MV を見た時に、公開されてすぐ見たんですけどね、なんか最初楽屋みたいなところでこう口ずさんでいて、そっからステージに上がっていって、そっから草原に行くっていう、なんかすごいこう壮大な MV で、うん、もうほんとね素晴らしいなって、もうほんと僕はもう感極まっちゃいましたね。やっぱこの楽曲のまあその歌詞も本当に、これもう皆さんもいろんなあのシチュエーションの中でいろいろとこう救われてきてる部分いっぱいあると思うんですよ。アスカ入門でも言いましたけども、要は音楽の歌詞ってこう受け手によってね捉え方が違かったりとか、その受け手もね、その時期とかその年齢とか、置かれてる状況とか環境とか、そんな中でこう歌詞ってやっぱりこう変化していくもんだと僕はやっぱ思ってるんですよね、捉え方っていう意味で。でやっぱこのプライドっていうこの楽曲も、うん、なんかさっき言ったようにこう今の世の中とこう照らし合わせてるっていう意味でも、ああそうだなっていう風にこう理解がね腑に落ちるところがあるんですけども、やっぱこれ僕自身に置き換えた時に、あの止まらないなんか込み上げてくるものがありましたね。一応まあ全体的にはこう失恋っていうものがねやっぱテーマになってる楽曲なのかなという風に思ったりするんですけども、サビのねなんか伝えられないことばかりが悲しみの顔で駆け抜けてくとか、心の鍵を壊されてもなくせないものがあるプライドっていうね、うん、この歌詞とか自分の中に秘めてるものと自分から出ていくものっていうのがなかなか一致しない、自分が思ってることっていっぱいあるし、いろんなことやりたいこともまあね好きな人がいることも含めて抱えてるものいっぱいあるんだけど、それがやっぱりこう伝えられないことばかりになってしまって、その伝えられないがあまりになんか悲しみの顔でどっか駆け抜けていっちゃうというかね。僕もなんだろう、今こうやって YouTube を撮って皆さんのおかげで登録者も徐々に伸びてきて、なんかこうでもまあまだまだなんじゃないかっていう自分もいたりとかして、やっぱこう YouTube やってるとね、なんかこうその動画の伸びとかが良くないとかね、いいとかね、こういろいろなもので一喜一憂してしまったりね、うん、それと同時に音楽を作っていてなかなかこう音楽もいい楽曲作れないなとかね、うん、なんか歌うまく歌えないなとか、なんかそういうことがいっぱいあって、でも頭の中にはこう YouTube でやりたいこともいっぱいあってね、うん、そして作りたい曲とかのイメージもたくさんあるんですよね。それをやっぱり形にできないっていう、そのなんか自分の中のモヤモヤとかね、そんなものが僕はあのこの歌詞に今の僕はこう紐づいたっていう感じですよね。でですね、あとまあ何が本当かわからない時がある、夢に乗り込んで傷ついて知ることとかね、こう僕なんかも本当にこうある意味夢を追ってるっていうとかっこよく聞こえるかもしれないですけど、まあ夢をまあ一つまあ持って、それをのために愚直に YouTube もそうだし音楽もやってる人間で、まあね僕のこんな一人語りにちょっと話しても付き合ってもらって申し訳ないんですけども、なんかそんなことがすごい夢ばっか追ってきたつもりでいるし、それでやっぱ傷つくこともいっぱいあってね、いろんなこと知ってきたなって、まあまだ23歳ながら達観してる部分が、ちょっとあったりするんですけども、誰も知らない涙の後抱きしめ損ねた恋や夢や、ね思い上がりと笑われても譲れないものがあるプライドっていうこの歌詞なんかも非常に染みますよね。なんだろう、やっぱ僕もこういう周りから見たらちょっと変な男っちゃ変な男で、もっとこう自分もなんかある意味一般的なルートをたどってこうなんか生きていけばね、普通の幸せは手に入れられたのかなとかね思ったりするんですよ。もっとこう自分の我を殺していけばもっとなんか違った人生もあったんじゃないかなとか思ったりするんですよ。でもやっぱり譲れないものが自分の中ではあって、それがプライドとなって、それで自分のこうプライドを守っていくついでに、やっぱりこう夢とか恋とかいろんなものが失ってしまった遠く離れていった人間もいたしとかね、そんなことがこう僕の中でなんか今感じるような気がします。はい、ということで本当に代表作でございまして、今回の新しいね、アスカさんの歌声なんかも非常に魅力的ですし、アレンジなんかもで、やっぱりイントロ聞くとねもうゾワゾワってするんですよね、イントロ聞くと。なので僕もね今チャゲアスの歌をねちゃんと歌えるようにこう頑張って発声練習してるんですよ。ボイトレに通って歌をねアスカさんみたいな声出したいなとか思ってね、なのでぜひね僕もいつか歌えるようにね頑張りたいなと思って
思います。本当に僕はこれ心震えてしまってあまりにも、心が震えたので、今回動画という形にさせていただきました。皆さん最後までご清聴ありがとうございました。ぜひ皆さんも聞いてみてください。そしてコメント欄に感想とかいただければ非常に嬉しいです。ということで今回以上になります。ありがとうございました。